あ、警察呼んだ方がいいんじゃない？まあいいけど。じゃあね、京一郎。もう警察に捕まっちゃダメだよ。そんな可愛いものじゃないって。じゃ、おやすみ。探偵、何言ってんだ。頭のネジくらい締めてから来い。あとさっさとツケを払え。
いクソガキ。味わって飲めよ。一日が始まるんだろ。おはよう、まどか。京一郎も来てたのか。京一郎、君のは構わんが、ツケはいつになったら払うんだ。もう結構な額だぞ。ついでに家賃もかれこれ。これ見ろ。そういうのは金があるやつが言うもんだ。金がないやつは素直に金のために生きればいい。金があるということはない。最低限、日々の暮らしに困らない程度だ。ふん、お前も朝っぱらから金の話をしているじゃないか、京一郎。民事不介入だな。え？ああ、
真面目な話だったんだ。それなら今変わる。おい、京一郎、みつこからだ、出ろ。ですね、よかった。だって京一郎くん事務所にいないじゃないですか。だからここかなって思ってかけてみたんですよ。あ、そうでしたそうでした。実はお仕事が入ってるんですよ。詳しい話をしますから私の事務所に来てください。でも報酬がいいですよ。あ、やっぱり。それなら今から来てくださいね。依頼人を待たせちゃいますから。仕事みたいだな。金が入ったら一銭も使わずにここに持ってこい。旦那、みつこに行って京一郎の報酬の振り込み先を旦那の口座にしてもらいましょう。ああ、俺もそう考えていた。したら、ここにはいませんよ。京一郎くんに話がついたら連絡する手はずになっているので。請求ですね。とりあえずお茶でも。そういえば京一郎くん、喫茶店にいましたからね。あ、そうでした。実はこの仕事、京一郎くんが指名されてるんですよ。世の中、不思議なこともあるものですね。仕事の内容は
依頼人が直接話すと言ってましたけど、何でも人探しだそうですよ。断ってもいいですけど。では決まりですね。では先方に連絡しますけど、待ち合わせ場所は京一郎くんの事務所でいいですか？浮気相手を部屋に連れ込んだ後の彼女への言い訳みたいなこと言ってるんですか？ご想像にお任せします。まあとにかく喫茶ハノイに3時とお伝えしていいですか？京一郎くんは話が早くて助かりますね。いえいえ、そんなことはありませんです。じゃあ3時に。忘れないでくださいよ。それと先方は女性の方ですから。仕事しろよ。怪しいな。みつこも指名の誤りとはよく言う。バカな依頼人。女か。そら、京一郎、お見えのようだぞ。